たくさんのお参りありがとうございます。今日お参りということで、ご参加いただきましてありがとうございます。ありがとうございました。今日、第法恩寺殿特別コラボといたしまして、京都の大法恩寺、菊井ご住職と私浄土真宗の僧侶であります朝倉と申しますが、宗派を超えて初めてのコラボをさせていただきました。ありがとうございます。いや緊張しましたね。ちょっとね緊張したんですけど、今日は不思議と毎朝、今皆さん聞いていただいた日経っていうお経を、お勤めさせていただいてるんですけどね、なんか自分のお寺で、唱えてるような感じで、とても安心して唱えることができました。ありがとうございます。はい、実はこの大法恩寺殿ということで一つ触れておきたいんですけれども、実は今回海景上景の御仏のということで、実は皆さんお気づきでしょうかね。実は上景海景さんは掃除機を持ってらっしゃいますけれども、その彫刻を作る方、仏師の方というのは必ずしもお坊さんではありません。掃除機を持っていない仏師の方もいらっしゃって、そういう方も仏像を作ってね、この仏教の発展に非常に寄与していただいている歴史がございます。で、今ですね、今日のこちらの映像をねクリエイトしていただいた方もお坊さんではありませんで、実は映像のクリエイターの方に今日もご協力をいただいております。現代の仏師集団と僕は勝手に呼んでおりますが、この仏教の世界をね皆さんに、体験していただく、感じていただくためにね、昔から実はお坊さんだけではなくていろんな方々のご協力のもとに仏教というのは発展してきた歴史を持っています。僕たちはそのね昔から伝わっている伝統のものにとらわれないで、あ、昔もこうだったんだから今もこうやってもいいんじゃないかなっていうふうにね考え方を柔らかくしてやってみたのがこのテクノ法要というふうな試みです。だからね気持ちはね1000年前、2000年前の方と変わってないんです。この仏教、仏の、ね、お釈迦さんから伝わるこの教えをいかに皆さんと共有して、いかにこの生きている私たちのね身近なところに置いていくかということが目的ということで、そこでこの大法恩寺の菊井ご住職にもご賛同いただきまして、今回の開催ということになりました。菊井住職の方、何か、それでは改めまして、今日はお足元のお詫びの中、こうやって大勢の方にお足を運んでいただきまして、ありがとうございます。大本寺上慶、会計ということで、いろんな方々にご縁をいただいて、本当にご協力いただいて、今回こうやって開催することができまして、まずはいろんな方にお礼を申し上げたいと思います。それからいろいろ掲示したりいろんなご説明がございますが、ご本尊釈迦如来坐像というのは、今回初めて、お寺を、出まして、昔でいう江戸ですね、東京へお邪魔しいただいていると、いろいろと お寺を守る方々たくさんおられます。で、当山は、2020年、ちょうど東京オリンピックの年に、開創800年といいまして、義空さんという、奥州平泉の出身の、武家の出なんですが、その後得道してお坊さんになった方が、都京都まで来ましてお寺を開かれて、ちょうどお寺がある土地に足を踏み入れて、ちょうど800年目を迎える、くしくもその年にオリンピックが開催され、こういった東博の開催というご縁をいただきまして、大変意味深い、思いが、ございます。でそれと同時に今日、ご住職とこう言って本当にテクノ法要、実は私もここにおられる方は私
強い大先輩の方々、若いというふうにお見受けしたんですが、いや若い方もいらっしゃるようです。あの、テクノというのはあまり最近